Potato Warrior. You know, let's just speed run the story mode while we're at it. Let's see how quick we can get through the story mode. Mission counter. So there's 1, 2, 3, 4, 5 missions per chapter. So we are probably in the second last chapter for this. Second last mission for this chapter. I have no idea how many missions there are per chapter. That's a good question to have, isn't it? はっきりしない人は死ぬらしいので、今日も元気にハキハキ喋っていきます。GB4 のアイドル、レッコです。ミスター、今日もよろしくお願いしますね。よろしく。いやあ、今日も可愛いね、レコ君。君がバーチャルじゃなければ食事に誘っているところだよ。ミスターが私と同じ AI になってくれたら大歓迎です。Oh, she's an AI? どうにもならないね。 I guess this adds to my theory about AI, doesn't it? 今日で3戦目を迎えました。対戦カードの発表がありましたが、実力博覧同士の戦いになりそうですね。そうだね。ここからはよりチームメイトとの絆を試される、クラン戦らしいバトルが見られると思うよ。それは楽しみですね。ますます盛り上がること間違いなしです。私も応援してますので、みんな。さて次の試合か。そろそろ俺も活躍してえところだな。ってことで、俺とお嬢、リンちゃんの仲良しフォーメーションってのはどうよ。はいはい、そういうのはなしで。シーナ、どうかした？え？失礼しました。何でもありません。ちょっと考え事をしていたものですから。憂い顔はお嬢には似合わないぜ。どうだい、気晴らしに俺とミッションなんて。今はクラン戦の開催中ですよ。冗談はアバターだけにしてくださいね。くっ、ダメか。だが俺のお嬢に対する気持ちはまず。いやあ、あれから随分活躍しているようだね。せっかくいいところだったのに、誰だ！前に一遍対戦したことある人や。名前は？私はカオス。一応フリーダムフリートというクランのリーダーを務めさせてもらっているが、しがないガンプラビルダーさ。へえ、そのしがない人が何の用？彼の勧誘だよ。一度対戦してから戦い方を気に入っていてね。ぜひ私のクランにと。I wondered when he would come back for that. 何それ？私の知らないところでそんな話になってたの？短い付き合いだったな。向こうのクランに行っても元気でやれよ。追い出そうとするな！仲がいいようだ。羨ましく思うよ。それでどうだね、遺跡の話考えてくれたかな？ほら、前と同じでお断りやそうやで。当然だよね。ここで抜けるなんて。勝ち逃げみたいな真似したら絶対許さないから。そうか。本人のみならず、周りの人とはな。だが私は諦めないよ。また来させてもらう。ビーッタ、
二度と来ないでよね。塩でも撒いといて、タオ。塩を撒く？そんな武装あったかな。そもそもここじゃ意味ねえだろ。どないしたんや、シーナ。深刻な顔して。あ、ひょっとして引き抜いて欲しかったとか？タオ、それ笑えないんだけど。でもシーナ、さっきからおかしくない？あの、みんな、もう時間。あと、ほんまや、ミッションが始まってまう。まだメンバーも決めてへんのに。あの、皆様、今回は私に行かせてもらえませんか？大丈夫かい、お嬢。無理するんじゃねえぜ。ええ、大丈夫です。私、今日はどうしても行きたいんです。It's the last battle, isn't it? わかった。それなら、シーナに任せる。じゃあ、残りのメンバーは…リリーさん、お二人にお願いできませんか？わかった。今回もご指名はなしか。仕方ねえ。お嬢のことは気になるが、任せるぜ。よし、これでメンツは決まりやな。頑張ってきてや。Like, it's sad that you very much tell what's about to happen. But it is what it is, you know. It is what it is. しなくてはいけませんね。私の最後のわがままを聞いてくださったのですから。最後、どういうこと？実は家の事情がありまして、皆様と一緒にいられる期限に迫ってきているんです。もしかしたらこの戦いを終えると二度と会えなくなるかもしれません。シーナがいなくなったら寂しい。リリーさん、私も同じ気持ちです。ですが、どうしようもないことですから、私は自分で道を選ぶことができないんです。シーナ、ドライブだ。クリアだね。Also, in case you're wondering why the missiles fire super quickly, I found out apparently that's a glitch. Apparently, if you land and you immediately fire like that,
it skips like some of the stop animations. So pretty much since this missile shot makes you jump, and then you fire up with missile combo after, it pretty much glitches out the animation and makes you fire like super quick. So you do this. And look how fast my gun fired right there. That's not the normal fire rate, I'm pretty sure. It works better with something like missiles because really, my gun doesn't... I don't really care about my gun doing optimal damage, you know? When my bread and butter is my melee anyway. But watch that. Like, look how quick that animate. That's like skipping frames straight up. シーナに何があったのかはわからないけれど、私たちはチームで仲間だから、何でも一人で耐える必要ない。チームで仲間。タオも前に勝てたのはみんながいてくれたからって言ってた。シーナはそうじゃないの？Yeah, let's do this. The great storyline's kicking off. Ooh, new map. Or is this not a new map? It's just a rarely used map. I wish you could change your weapon size, but you can't really. It does deform to fit in your hand, though. I wish you could change your weapon size or make the weapon super small, but you can't. これで最後ってどういうことだよ、お嬢。お別れなんて嫌だよ。
悩みがあるなら何でも相談してや。皆様っていうてもリアルの悩みじゃ僕らには何もできんかもしれんけど。いえ、そのお気遣いだけでも十分です。皆様が私の近くにいてくださっているだけでとても力になっていますから。おかげで自分の悩みにも立ち向かっていく勇気と覚悟ができました。そのためにもまだこのクランにいたいのです。もちろんや、ずっといてくれてええんやで。また皆様にご迷惑をおかけしてしまうかもしれませんが、仲間なんだから迷惑だなんて思わないよ。仲間、ありがとうございます。お嬢にはやっぱり笑顔が似合うぜ。本当にブレないね。Never gonna give you one. Do 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 do. ほんまや。一時はどうなってしまうかとヒヤヒヤしてもうたで。なあ、リリン。シーナ、また一緒にバトルしよう。ええ、もちろんです。私、逃げずに向き合ってみます。戦わずに負けを認めるなんて GB4 では考えられないですものね。 No problem。 くじけそうになったらまた今日のバトルのように協力してくださいね。 And this is why I always go never ever just look down on a story because it's about some goofyonline game, because you can have some great plot lines. Like, some of the best stories I've ever heard, like, watched are literally no real stake sort of storylines about online games, you know, and like the challenges that came with it. Like, there was one storyline that you would think was just one of those goofy comedies, had like one of the hardest hitting storylines I'd ever seen.And it was, and I'm not going to go into detail about it, but it was such a good storyline that it's like, I don't think there is a storyline that could be like, that I've saw in a long time that's actually made me care as much. And so I do respect these kind of storylines, even though you might not see them as serious. Purely because there are hard hitters that can come.大きく成長したクランもあれば、これからの課題を見つけたクランもある。有意義なクラン戦だったね。だが、まだ気を抜いてはいけない。最後に、予想外の相手との出会いが待っているかもしれないからね。なるほど。まだワクワクは終わらないってことですね。と、ここで最終戦の対戦カードが発表されました。このようになっております。 最後の対戦相手は西脇エンジニアリングか。知ってるの？西脇エンジニアリング言うたら、ガンプラバトルでその名を轟かせた新鮮プロチームの中でも強豪で、所属してるのも世界レベルの実力者ばっかりや。へえ、いわゆる名門チームって感じ？ずっと名門だったってわけじゃねえよ。むしろ昔は大会に出る予算すら足りないこともあったんだぜ。それでもあがいて試行錯誤して、腕とかスピリッツ的な何かとかで今の地位を勝ち得たんだ。詳しいんだね、マシマ。それにあなたが女性のこと以外でそこまで饒舌になるなんて。ひょっとして向こうのチームにめっちゃ可愛い女の子がいるとか？いや、残念ながらそういうわけじゃ。その期待、もしかしてマシマさんですか？マシマさんですよね。
誰だっけ、すまねえ、男の顔は覚えてられなくてよ。何言ってるんですか、僕です、勇気ですよ。冗談だよ冗談。そう、ムキになんなよ。真島さん、なんだか雰囲気が変わりましたね。お知り合いですか。申し遅れました。僕は西脇エンジニアリングの勇気と言います。真島さんがうちのチームにいらっしゃった頃お世話になっていて。西脇エンジニアリング、さっき言ってたプロチームでしょ。真島がそこにいたってことはプロビルダーやったってこと。通りで実力あるわけや。本当にすごい方ですよ。西脇エンジニアリングの中でも絶対的なエースでしたから。その手腕でチームをまとめ上げて全国大会に導いてくれたんです。よせよ勇気、もう昔のことだ。やっぱりチームメイトの方にも昔のことはお話しされてないんですね。真島さん、聞きましたよ。あの時真島さんがチームを抜けたのは。よせって言ってんだろ、今さら掘り返す話じゃねえ。それに男には知られ、過去あなたがそう言うのなら僕は今の自分を見てもらいます。次のクラン戦、僕はエースとして出場します。待ってますよ真島さん。勇気がエース、そうか。真島さん、あの方と何かあったのですか。まあチームを抜けた時にいろいろとな。男の誘いじゃ気が乗らないが、あいつにああ言われたら出ないわけにはいかねえか。この試合俺も出させてもらうぜ。私も出たい。ユウさんは？ん？積極的じゃないか、パートナーに名乗り出てくれるなんて。いつもクールなリリンちゃんにそんな情熱的なところがあったとはな。今のどこが情熱的やに。でもリリン、最近本当に積極的だよね。前の試合もそうだったし。いろんなこと経験して知りたい。いい傾向いい傾向。じゃあよろしく頼むぜ。で、あと一人は。We all know who's gonna be the third. まあ、今のあいつらを相手にするにはお前の力は必要か。わかった。じゃあ拝みに行くとするか。今のあいつってやつをよ。My he, my who, my ha, my ha, di 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 do do. Mashima, どうして前のチームを抜けたの？ド直球な質問だな。リリンちゃんにはかなわないで。答えたくない。つまんない話になるが、それでもいいか。うん、聞かせて。そう聞かれちゃ仕方ないか。勇気の言っていた通り、俺はエースとしてチームを念願の全国大会出場に導いた。だが大会に参加するための予算がどうしても工面できなくてな。出場自体もやむなしか、そう思っていた俺たちの前に折よくスポンサーが現れてくれたんだ。じゃあ出場できたんだ。ところが資金提供の条件は、向こうが推薦するビルダーを一人出場メンバーに入れることだった。そんな狙い撃つぜ。Oh wow, the dialogue got skipped. That sucks. Yeah.
So I guess we missed out on a bit of story there, which is annoying, but it is what it is. I'm sure I can watch some footage of anything I missed or replay the mission with on a higher difficulty. Not sure how you avoided that one, but okay. You are ugly. Also, apparently beam lasers are more damaging if you actually are slower. Like, if you have the slightly over 100, you do more damage with a beam cannon or a beam laser ability than if you don't. Which is hilarious to think about. Again, a lot more tanky. Thankfully, my melee is pretty good.真島さん、来てくれたんですね。あんだけ熱いアプローチを受けたんだ。答えないとカッコ悪いだろ。そうですね。あなたはいつだってカッコよかった。And yep, there's the missiles coming out way too quick. カッコよすぎですよ。あ、プロアーマー。あの時チームから外されるのは。Oh, we'll just take out his teammates. だけど、あなたはそれに反発して。出場を辞退した。そのおかげで僕は出場できたものの、結局チームは初戦敗退。身勝手な行動が敗北を招いたとして、Okay, so they can't be hurt. それがチームを抜けた本当の理由。まあ、身勝手な行動だったのは本当だしね。僕はあの時何も知らず、何もできなかった。あの時、僕が代わりに勝てていれば、あんなことにはならなかったのに。
それをずっと後悔してたってか。まったく真面目なお前らしいな。だから今日ここで僕はあなたを倒します。あなたの代わりに、いえ、あなたよりも勝てるようになったと証明するために。Oh yeah, the clock's frozen, so it's a cutscene. どうしたんですか？あなたの本気はこんなもんじゃないでしょう。まったく、買いかぶらないでくれよな。あの時だって俺が出てれば勝てたなんて保証はどこにもねえだろう。そうですか。それが本気というのならば、お前、マシマ、大丈夫？こんなカッコ悪い姿を見せるつもりはなかったんだけどな。お前はいつも本気だな。正直羨ましいぜ。いつからだろうな、本気になるのが面倒になっちまったのは。あの時、no idea why he keeps having mouth freeze, but I guess he's just... I'm not sure. 何もかもバカバカしくなったんだ。じゃあどうしてマシマはここにいるの？ガンプラバトルってバカバカしい？それは戦闘中に足を止めるなと、それがあなたの教えだったでしょう。何？まったく本当にバカバカしいぜ。一番好きで一番やりたいことをやるのに本気出さずにどうするんだって話だよな。マシマさん、勇気、お望み通り俺の本気を見せてやる。だがな、本気になったこの俺からダメージを奪えると思うなよ。 Finally we can win. シューティング、シールドだ。Oh my goodness, the game! Unlock, target you!私に教えてなかったら奥の手は取っておけ。そうだろ、勇気。やっぱりあなたは強いな。今回ばかりは俺だけじゃねえ。あいつらが一緒に戦ってくれたから勝てたんだよ。Oh, we unlocked part of the turn A. Let's check how many chapters this has. Yatta! Ano Nishiwaki Engineering ni kateta de!
これでクラン戦全勝や。マシマもみんなもすごかったね。マシマさん、素晴らしい活躍でしたね。あれがあなたの本来の力。 Okay, so 7 chapters, so around halfway done. Okay. お嬢、俺のことを認めてくれ。 That's cool, I like that. なら本気を出した甲斐があったってもんだな。もう、そういうところだよ。せっかくいい戦いしたのに。おめでとうございます。クラン戦全勝ですね。これでクランのランクも一気に上昇しますよ。次からの相手はもっと手強くなりますね。その点は問題ねえ。本気の俺が出ればどんな相手でもどうにかなるさ。それにうちは俺以外にも頼もしいやつばかりなんでな。そうみたいですね。あなたが素晴らしい仲間に恵まれたこと、僕も嬉しいです。いつかまたお手合わせ願います。その時は我が西脇エンジニアリングがリベンジしてみせますよ。素晴らしい仲間。ああ、そうだ。みんな本当にありがとうな。それで改めてお願いするぜ。これからもチームの一員としてよろしくな。どないしたん、急にかしこまっちゃって。あ、いや、まあ、あ、結構なし崩しな感じでチームに入ったからな。一度改めてちゃんと言っておいた方がいいかと思ってよ。わざわざ改めて言わなくたってチームの一員になっていますのに。わしまって変なところで律儀なんやな。本当だよね。普段あんなに適当なのに。あのな、まったく、これじゃ道化だぜ。もマシマも大活躍だったんだから。なるほど、そんなことがあったのか。みんなクラン戦で大きく成長したようだね。そうなんだ。リリンもすっごく頑張ってて。いや、盛り上がっているようだね。君はマイスター・ジンか。久しぶりだね。そちらの二人は初めましてかな。え、まさか知り合いなの。君たちのクラン戦は私も見させてもらっていたよ。マイスターがうちのクランを。その様子だと君もチームメイトも大きく成長できたようだね。それで彼に何か用かな。挨拶に来ただけというわけではないのだろう。ああ、失礼。そうだね。実はミッションに出ようとしていたところで、ついでと言ってはなんだが、よかったら君もミッションに同行願えないかな。クラン戦で成長したその実力を見てみたいしね。え、マイスターと、マジ？微妙に弱気だね。せっかくの機会だ。その目でマイスターの実力を確かめるといいよ。よし。あ、ちょっと待って。
ゃないとダメってことはないでしょ。もちろんだよ。すまない、君も一緒に誘うべきだったね。あ、ありがとうございます。じゃあ早速ミッションへ向かおうか。準備はいいかい？はい、頑張ってね二人とも。いつも通りのバトルをしてくれればいいよ。はい、つい意識しちゃったけど、マイスターって気遣いもできるし、いい人そうな感じね。そこだな。Oh, he got lucky. I tried to instant burst. I should have saved it a few seconds. That was my fault. I should have saved it a few seconds.同じようなことがあったのかい？うん、前にも何回か。やはり影響が広がっているか。影響？それってどういう？いや、今はいい。先を急ごう。
Ah, he's too close to hit with that, so we'll just do this instead, getting some range. Then do the grenade. ケージから出現する機体は強い。気を抜くな。条件が同じなら負ける道理はないな。ねえ、この敵やけに硬くない？全然効いてないっぽいんだけど。落ち着いて。タンキー？意味タンキー。やるべきことはいつもと変わらない。相手の隙を突き、着実にダメージを与えればいい。出ないはずだが、とりあえずロビーへ戻ろうか。二人ともお疲れ様。二人とも今日はありがとう。おかげで有意義な時間を過ごせたよ。君たちの実力も確かめることができたしね。実力も？じゃあ他にも確かめたいことがあったんです？君たちには説明しておいてもいいかな。今回のミッション中ノイズが発生しただろう。あああ
れ？前にも何回かありましたけど。運営ではあのノイズは GB4 へのクラック行為が原因で起こっているものだと推測している。クラック行為？誰かが不正にこの GB4 にアクセスしてシステムを改ざんしたり壊したりしているということだ。その影響で異常に操作や処理が重くなったり、ミッションの難易度やマップが勝手に変更されるなどの異常が報告されている。そんなことが？一体誰がそんなことしてるの？残念ながらそれはまだ分かっていない。巧妙に細工されていて犯人の尻尾をつかむことができていないんだ。それに今日の最後に戦った相手、あれについてはクラックだけでは説明できない。何か別の原因があるのかもしれないが。まだわからないことだらけってことか。犯人の目的もどこから仕掛けているのかもわからない。多くの人々が楽しんでいる GB4 の世界を。すまない、つい熱くなってしまった。君たちも異常を発見したらすぐ運営に報告してくれないか？はい、ありがとう。それではまた会おう。マイスター、すごいプレッシャーだったね。クラックか。あのノイズの原因がそんな大ごと。それはそうと、今日は全然ダメだった。ずっと足を引っ張ってたし。 I am pretty overpowered on it, considering I just stack everything into one item. ねえ、なんであんたの方が強いの？I think our character's an AI. I honestly think our character may be an AI or something. That's why he doesn't talk often. It would make sense.